年金改革で得をする人、損をする人はどんな人なのでしょうか。ということで、2020年、今年にですね、年金改革っていうのが始まったわけなんですけれども、実際の、施行というかね、実施自体は2022年からというふうになっているんですけれども、そういった中でね、いわゆる準備期間なわけなんですが、どのような人が得をして、そしてどのような人が損をするのか、こういったところを知った上で、これからね、どのように対応していくべきなのかっていうところをですね、お伝えしていきたいなというふうに思います。ということで、まずはですね、年金改革の内容をおさらいということなんですが、厚生年金のパート適用拡大、繰り下げ受給の上限拡大、在職老齢年金の支給停止基準の緩和、そして在職定時改定の導入などなど、こういったような内容となっています。主だったものとしてはこういったものという感じですね。ざっくりと、一つずつね、簡単に説明していくと、厚生年金のパート適用拡大というのは、今まではね、パートさんであれば、厚生年金ね、大企業以外の人はですね、基本的に厚生年金に加入するっていうね、その義務がなかったわけなんですが、今後はですね、中小企業、結構小規模の、企業においても、どんどんパートの方も厚生年金に加入する義務が出てくるということで、将来的なね、年金の、受け取れる金額っていうのが増えるっていうのはあるんですけれども、その一方で、今現在の手取りが下がるというような感じの内容となっています。そして、繰り下げ受給の上限拡大。こちらは現状、年金はね、65歳から受け取り始めることができるということになっているんですが、その繰り下げ受給を、今まではね、70歳まで繰り下げて、それによって、繰り下げた分だけ年金が増えるというような感じだったわけなんですけれども、この繰り下げれる、期間の上限というのが70歳から75歳まで、5年間伸びたという感じになります。結果としてね、70歳から受け取ったら、42% ぐらい増えていたものが、75歳から受け取ることによって 84% 増えるというような、そういった改正となっています。一方でね、取られる、金額が増えるということは取られる、税金というのも増えるということになりますので、一概にはね、繰り下げ受給した、1.82 倍になるっていうわけではないんですけれども、とはいえね、これから、長寿社会になっていって、長生きすればするほど、この繰り下げ受給をした方に関しては、お得になっていくという感じですね。一方で、この繰り下げ受給をね、選択する人は 1% 程度しかいないということで、現状かなり不人気な制度ということになっています。やはりね、もらえるものは少なくなったとしても早くもらえた方がいいということで、繰り上げ受給の方が選択する人が多いという感じですね。そして在職老齢年金の支給停止基準の緩和ということで、これがね、やはり現状ね、どんどん働く高齢者っていうのが増えていたり、またあとね、特別支給の老齢厚生年金、こういったものを受け取っている方においてはですね、かなり早く、在職老齢年金によって、年金の支給が停止されてしまうというような状態だったわけなんですけれども、これがね、今までは60歳から64歳の場合は27万円以上を稼ぐと、どんどん2分の1ずつね、停止されていくという感じだったのが、47万円までこの基準が増やされるという感じになっています。働く高齢者を応援するというとおかしいですけれども、今までね、その年金が止まっていたっていうこと自体がちょっとおかしいんじゃないかなっていうふうにね、思うわけなんですけれども、時代の変化とともにこちらのね、基準が緩和になったということですね。そして、在職定時改定の導入、こちらは、働いている中で、年金のね、厚生年金とかっていうのを納めていくわけなんですけれども、それがね、今までは退職するときまで、その年金に反映されなかったっていう感じだったわけなんですけれども、年金のね、厚生年金自体は納めているにもかかわらず、その、納めている保険料は年金に反映されないというようなね、状況が続いていたわけなんですけれども、今後は1年ごとでしたかね、1年ごと毎年、この厚生年金っていうのが、定時改定されて、結果としてね、払っている厚生年金の保険料が毎年、反映されるということで、逐次年金がね、増えていくというような仕組みとなっています。これらがですね、年金改革の主だった内容というふうになっています。さて、これを受けてですね、今回の年金改革で得する人はどのような人なんでしょうかっていうことをね、お話ししていきたいと思います。こちらはですね、ファイナンシャルフィールドっていうね、ウェブメディアさんの記事からね、そちらの内容をご紹介させていただきたいと思うんですけれども、やはり年金改革で得する人、損する人っていうのはかなりね、気になるんじゃないかなというふうに思いますので、こちらのファイナンシャルフィールドさんの記事に関してはね、下の説明欄の方に貼っておきますので、全文詳しく見たいという方はそちらの方からご覧ください。
で、まあ、得する人としてはですね、まあ、やはり60歳から64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給中で、まあ、しかも給与と年金の合計が28から47万円の人っていうことですね。まあ、今までは、月27万円以上稼ぐと、まあ、60歳から64歳の方の場合は、どんどん年金が削られていったっていう感じになるんですけれども、そのね、枠っていうのが47万円まで増加することによって、まあ、今まではね、働いていたら、まあ、年金がどんどん停止されていたわけなんですけれども、その停止の枠っていうのが拡大されたことによって、働いた分が丸々ね、停止されずにもらえるという感じになるので、まあ、かなりね、お得な感じかなというふうに思います。まあ、一方で65歳以上の方っていうのは、まあ、今までは47万円だったものがそのままね、47万円のままということになりますので、まあ、このあたりは影響はないということで、まあ、60歳から64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給中というね、まあ、結構狭い幅の方であって、しかもね、これからどんどん若い人たちっていうのが、まあ、年金をもらうっていう時にはもうこの特別支給の老齢厚生年金っていうのがないので、まあね、この限られた期間の中の、まあ、このね、こういう方が得をするという感じですね。そして、まあ、在職定時改定、こちらに関してはね、先ほど言いましたが、まあ、毎年、厚生年金が、まあ、どんどん改正されて納めた分だけ増えていくっていうものなんですが、これに関してはですね、まあ、働く高齢者全員が得をする制度になっています。まあ、働く高齢者全員がっていうか、厚生年金を納めている方ですね、厚生年金を納めながら働いている高齢者に関しては全員が、まあね、働きながら納めることによって、それが毎年、反映される。今まではね、まあ、そのずっと反映されずに、働き終わった退職した後に反映されていて、まあ、それまでにね、本来だったら増えるはずだったその増加分に関してはもらえないっていう感じだったわけですけれども、まあ、それがもう毎年もらえるようになったっていうことで、まあ、これは単純に全員が、働く高齢者で、厚生年金を納めながら働く人たちは全員が得するというような制度となっています。そして、まあね、こちらもちょっと特殊というかね、まあ、全員が当てはまるわけじゃないんですけれども、まあ、今後ね、長寿化していく中で、繰り下げ受給を選択して、まあ、かつね、しっかりと長生きをした方、まあ、これらに関しては、まあね、得をするということで、これはね、もう本当、運の世界ですけどね、まあ、運というかね、まあ、ね、じゃあ、自分はそうだなというふうに言えることではないんですけれども、まあ、例えば75歳までね、まあ、年金を繰り下げ受給したら、確かね、だいたい82、3歳ぐらいでしたかね、82、3歳ぐらいでしたかね、男性の平均年齢が82歳とかだったんで、まあ、それよりちょっと確か上、少し上ぐらいで、まあ、75歳とかまで繰り下げ受給した場合は、そこから先に長生きした場合は、得をするという感じだったんで、まあ、現状のね、平均寿命でいくと、男性は繰り下げ受給っていうのをね、まあ、すると損を、まあ、ほぼほぼするというね、平均以上の人が損をするというような仕組みだったわけなんですけれども、今後ね、この平均寿命っていうのも、さらに伸びていくというふうに思われますので、まあ、そういったことを考えると、まあ、もちろんね、ちょっとギャンブル的な感じになってしまうんですけれども、まあ、自分が長生きする自信があるっていう方の場合は、まあ、繰り下げ受給をね、選択することによって、まあ、得をする可能性があるということですね。まあ、特に90歳、100歳とかっていう感じでね、生きていく人に関しては、まあ、かなり得をしますし、まあ、かなりね、余裕のある生活が、まあ、例えばね、1.8 倍まで増加することができれば、かなり余裕のある生活を、まあ、長く続けることができるということになります。一方で、今回の年金改革で損する人はどんな人なんでしょうか。まあね、損をするっていうとちょっとおかしいんですけどね、まあ、扶養に入っていたパートの方はですね、年金保険料を今後ね、まあ、厚生年金を払う必要がある、そういった可能性があるので、まあ、そういったところも含めてですね、今後その働き方を新たに考える必要はあります。確かにですね、厚生年金を払うことになるということは、将来的にね、もらえる年金っていうのは増えるわけですけれども、まあ、それをね、まあ、良しとしている場合であれば、まあ、それが目的なんであれば、元からですね、その扶養の範囲内で働かずに、元からね、もうどんどん働いていたと思うわけですよね。で、考えると、やはり今現状の手取りっていうのを、まあ、最大限増やして、まあ、その厚生年金とか払わずに、まあ、現状の、収入を増やしたいっていう考えのもと、やはりね、扶養に入っていたというふうに考えるのが、まあ、自然だと思いますので、まあ、そういったことを考えると、まあ、このね、今回の、まあ、年金改革によって扶養で働いていた方、そして今後も扶養で働きたいという方は、まあ、さらにね、働く時間を短くしないと、まあ、厚生年金を納める必要が出てくるということになりますので、まあ、そういった点ではですね、まあ、そういうふうに考えている方に関しては、まあ、手取りが減っていくということで損する人ということになるのかなというふうに思います。
またこのね、パート A の適用拡大によって厚生年金の負担が増える、まあ、そういった中小企業に関しては、まあ、損をするというふうに言ってもいいのかなというふうに思います。まあ、特にね、現状コロナの影響で、まあ、かなりね、中小企業においては、まあ、業績が厳しい会社、たくさんあると思うんですよね。まあ、そういった中でですね、まあ、ここでね、給料のね、9.15% ぐらいでしたかね、まあ、それ分ぐらいの厚生年金っていうのをまあ半分負担しなきゃいけないわけですから、まあ、18% ぐらいあるうちの半分を企業が負担するということになるので、まあ、こういったところはね、まあ、負担が今まではなかった負担が増えてくるということで、企業にとってはなかなか厳しいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回は2020年の年金改革で得をする人、損をする人ということでお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、基本的にはですね、まあ、あまり損をする人っていうのはいない状態で、まあね、働く高齢者を応援するような、まあ、年金改革ということになっていますので、まあ、個人的にはね、まあ、この年金改革今回は、まあ、そこそこ、いい感じにね、変わっていくんじゃないかなというふうには思います。まあ、もちろんね、解決するべき課題というのはたくさんあるとは思うんですけれども、まあ、一方で、まあ、一つのね、及第点という部分ぐらいにはね、今回の改革は個人的にはね、それぐらいは上げてもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。